こんにちは。はい、こんにちは。いつもオフィスストリートを応援してくださってる皆さん、元気ですか？まあそんなことで、はい、世直し時報、はい、感染団子を暴けの、ね、はい、エイジ役をやりました松本陸です。はい、世直し時報の、社長糸瀬役をやりました松本浩二です。はい、はい、どうも。これあれなんですよね、実は、うん、あの本当にあるんですよね。そうだから、あの本当にある、うちの地域にね、四国時報っていうあの、うん、新聞を発行してる、木下社長という方がいらっしゃいまして、はい、実は映画にもね出てるんですけど、社長と仲良くしていく間にね、あの俺たちのそのね、ずっとあの社会問題に対して、映画を作ってる内容に非常にあのマッチしてるなと思って、許可をいただいて、実際にあった事件を脚本にさせていただいて、はい、今回、いやこれなんだかんだ、うん、まだ僕が多分僕のファンの方だったら分かると思いますが、ロックンロールアワー2っていうライブをそうだそうだやったんですけど、埼玉の川口でね、はい、うん、その頃にそのちょっと前ぐらいかな、そうだな、この映画の構想があって、そうそう、でさあ撮ろうかって言って、まあいろいろ、まあコロナ前で、そうコロナ前 で、うん、でコロナにもなったし、まあいろんなことがねこう重なって、ね、もうあれからもう3、4年、何言ってんだよ、もうね君はそんな感覚か知らないけど、はい、あれから4年か5年経つんだよ。ああ、じゃあロックンロールアワー20歳ぐらいの頃やろ、あれ。ああ、ボリューム3、皆さん来てください。っていうかさ、エイジ、はい、なんだ、撮影が終わった途端、ヒゲは生やすわ、髪型は変えるわ。おかしいじゃん。いやいや、もう僕ね、あの、いつもそうなんですけど、これからの世界の時もそうやけど、うん、僕はだいたいこうロング系の映画撮るとね、自分のね髪型とかがねすごいだんだん嫌になってくるんですよ。だからあの早く切りたい病になってくるんですけど、もう僕撮影終わったんで、あもう終わった瞬間にもう僕これぐらいあったんですよ、髪の毛バッサリ切りましたけど。、はい、っていうかさ、はい、うちの制作映画史上初、はい、今回の映画皆さん、うん、なんとすごいメンバーです、ね、あー今まではやっぱりどうしても、うん、あのまあこの地域の人にご協力いただいたりね、そうだよね、してましたけど、うん、まあ、もちろん今回もまああのなんていうんですか、ちゃんとした俳優さんじゃない方もいますけども、うん、それでもやっぱり今回はこうね豪華なメンバーの方が集まっていただいて、はい、ちょっと紹介、そうだね、それで、今回ですね、はい、映画の公開まで定義で、世直し時報チャンネルっていうこのチャンネルを立ち上げましてですね、で皆さんが見たくなるような内容をお届けして、はい、でぜひ劇場に来ていただく、うん、ね、DVD もゲットしていただくっていうね、いろんなその劇場に来たら来たで特典、うん、DVD を、出す時にはちょっと特典も考えようと思ってる、うん、だから皆さんにお得感のある、目の触れ方をしていきないただきながら、この社会問題に対してですね、もう一度、あ、そういうことがあるんだとか、あ、なるほどそういうことなんだとかね、いろんなことをまあ今回ほら、あの前回のこれからの世界より、うん、そのめちゃめちゃ分かりやすいわけではなくて、うん、あの結構なんていうんですか、完成談合ってね、多分、うん、まあもちろんご存知の方もたくさんいるだろうけど、うん、まあ特に僕ら世代とかは、うん、なんじゃそれみたいな、だからまあね、それを通し映画も通してね、そういうことをまあ知っていただけたら、はい、そうですね、はい、いいかなと、で今日はね、実はね、はい、この世直し時報チャンネルを立ち上げるにあたって、はいはい、その、オープニングっていうかね、はあ、あのこういうのを始めますんでっていうんで、はい、今日はちょっと撮ろうよと、うん、で陸くんね、はい、このチャンネルをやっていく中でもちろん出演してくれた方々、はい、ちょっと撮りに回ってさ、
でその人の面白いシーンをちょっと流したりしてさ。いや今回本当にでもまあ撮影期間自体は今回短かったんですけど、うん、まあまあで言うても3ヶ月3月の終わりぐらいから始めたから3月4月、5月あったっけ前半にあったんか、うん、まあけどあのべったり1ヶ月やったわけじゃないけどまあだからギュッとすれば1ヶ月ぐらいですね、うん、そうやね、うん、ギュッとしたら1ヶ月ぐらい撮って、はい駆け足やったな この時なんて半年ぐらい撮りましたから長かったそうだ、ね、まあそれから言うとね僕たちも大人なりも大人なりでもう還暦なんですけどね、今回映画の中でも年やのにとかいろいろそういうシーンもありますけどはいまあちょっとさ、はい、出てくれた方々を紹介しようよ、はい、まず皆さん怪しい香りベイベーそんなこともI'm not afraid to die